中央から連絡が来ましたよ、皆さん。待ってました。どんな内容なんですか、ソウルさん。ステラードはその権限と責任を持って古代遺物たる水源浄化装置の正常化を行うことだそうです。やはり中央は回りくどい言いようを好むものだな。中央もおっさんには言われたくねえだろうよ。ピレイト君、君はステラードと中央どちらの味方なのだ。ステラードに決まってるだろうが、俺はこの町の住人たちの生活を背中に預かってるんだね。それは私のセリフなのだが。二人ともそのくらいにしてください。よし、じゃあシャリスタラ。はい。町の外からやってきたのに俺たちの問題に巻き込んじまって本当にすまねえと思ってる。だが今は頼らせてくれ。お前の力が必要だ。そんな、大丈夫です、ラウルさん。私、村もステラードも絶対に救ってみせますから。頼もしいな。組長、私には何もないんですか。もう正直お前に頼る日が来るとは思ってなかったでしょって。何それ。冗談だ。お前は変わったぜ。そして多分これからステラードを変えていくやつになる。頼んだぜ。はい。ステラちゃん、ロッテちゃん、この間の話覚えてるかな。私が未だに答えを探してるって話。はい。それは錬金術のあるべき使い方のことなんでしょうか。うん。昔妹はイグドラシルっていう古代遺跡に取り込まれて同化されそうになったの。イグドラシルは二つのゆりかごと呼ばれる前時代の保護機構の一部だったの。一つは知識を守るための図書館、そしてイグドラシルは生命を守り次の世代へ伝えるための機構の守護者。それがどうしてニオさんを。彼は地の守護者と同じようにまだ機能していたの。それでニオを守ろうとしたんだろうなって。もともとは事故に遭ったニオを見つけてニオの命を守ろうと取り込んだようだから。でもね、彼の命令者はもういなかった。彼は意味のない命令のままニオの解放を拒んだ。だから彼を停止させるほかなかった。でも思うの、他に方法はなかったのかなって。ニオさんを救うためには仕方なかったんじゃないですか。私ちょっとわかる気がする。古代の錬金術が残したものにも元はいい目的のものだってあったんだ。でもフラメウさんやリンカさんが幸せだったなんて思えない。それは私もそう思う。でもきっと昔の人もなんとか未来を残したかったんだって。ステラちゃんの気持ちもロッテちゃんの気持ちもどっちも間違ってない気持ちなんだよね。だからいつまでも答えを探しちゃうんだ。私たちは間違った道を進んでいないのかどうかを。私ひょっとしたらこれからしようとしてることでこの先迷うのかもしれません。でも私たちの精一杯の答えは今はこれだけなんです。私もロッテと同じです。その結果は私たちがずっと背負っていくものなんだと思います。全ての錬金術師たちがあなたたちみたいならきっともう悲しい間違いは起きないと思うの。だから私たち未来へ進まなきゃ。
たくさんの事実を前にして思った。私はやっぱり中央が嫌い。中央は古代の錬金術知識を一手に集めて、かつてのやり方をただなぞろうとしてるようにしか思えない。ほう、そのように考える若い錬金術師がいるとはな。あなたのやり方はダメ、生ぬるい。壊すならもっと跡形もなくやらないと。その観点から批判を受けるのは初めてだ。おい、見るか、破壊活動を進めてどうする。私は古式錬金術を使いこなすだけの才能が自分にないことを知ってる。でも頭くらいついてる。私にはまだステラードでやりたいことがある。新式の錬金術の知識を学んで前時代文明の研究をするくらいなら私の頭でも十分。中央に行く必要なんかないのはこのおじさんたちを見ても明らか。で、研究をしてどうする。知を極めるか。いいえ、前時代文明から得た知識を現代の技術に応用したい。その道を探りたい。ミルカ、すごい夢じゃん。結局は中央と同じだな。過去の鉄を踏もうというのか。いいえ、失敗から学べることもあると思う。中央に欠けているのはその視点。目先の利益だけを追求して結果を顧みない、そんなやり方は頭がない証拠。私は正しく過去を評価してみたい。厳しい道だな。まず人間という存在を憎むことに行き着くのは間違いない。最初から人間は嫌いだから問題ない。でも好きな人たちはいる。だから黙って黄昏に飲み込ませるわけにはいかないの。なるほど。君の準備ができた時には知識の交換くらいはしてやれるだろう。言葉だけにならないように努力する。ミルカちゃんすごいよ。うん、ミルカならきっとできるよ。なんだか不安になってきた。もうすぐだね、ロッテ。うん、浄化装置さえ止めちゃえばそのうち水は元通りになるんだよね。時間はかかるみたいだけど、でもそれは私たち人間のせいだから受け入れなくちゃ。お前たちがそんなことを考える必要はない。人間の作った装置を人間の手で止める、その結果を人間が受け止めるのは当然だ。そういえばあの装置を止めたら黄昏も終わるのかな。黄昏とはもはや現象ではなく状況だ。一度崩れた構造がそう簡単に修復できると思うな。そっか、それは都合良すぎだよね。だが長期的に見れば人間にとっての状況は好転すると考えていい。世界がそれを望まないとしてもな。世界が望まなくても、お前たちが選んだのはそういう道だろう。ステラ、今は私たちにできることをしよう。うん、そうだね。行こう、ロッテ。ここが一番奥ですか？すっごい、地下にこんな場所があるなんて。
ロッテ、あれ。あの子がここの番人だね。そして水源管理装置そのもの。じゃあ、あれを止めれば。気を抜くな。え？侵入者よ、立ち去れ。リンカさんの声？やはりな。この装置の管理者そのものは地下薬草園で見たあの人工生命体だ。装置が暴走していようが、管理者が機能している限りは活動を続けている。侵入者よ、立ち去れ。さもなくば排除する。この装置をやっつけたら、あのリンカさんもダメージを受けるんですか？少しは受けるかも。フラメーちゃんがそうだった。この施設全てを制御しているのなら、装置がダメージを受ければ制御側にも影響はあるだろうね。それじゃあ攻撃なんて。言っただろ、人は過ちを繰り返すものだと。そうだよ、ロッテ。それでも私たちは過ちを乗り越えなければ。管理者も装置が暴走したままじゃ辛いはずだよ。侵入者、退去の意思なしと判断。速やかに排除に移行する。そうだね、ステラ。絶対この装置は止めてやるから。うん、行くよ。試験と悪く思うな。追い打ちだよ。ギャンブルは嫌いかね。邪魔です。効きませんね。私の作った薬だよ。決めたんだ。追撃完了。損傷軽減、異物排除を続行。やった、続いていこう。効率化して動きましょう。効率的に行くぞ。なんだ、出るか。損傷甚大、最終形態に移行。やる気出すよ。しばらくはしプレーン。聞きません。ほら、行くぞ。追い打ち。力貸してくれ。負けないの。本気出すからね。
エフセ。ほら、行くぞ。あ、こんなところか。妥協はしない。さらに上を目指す。統治する者および浄化装置機能停止。終わったな。浄化装置再起動します。浄化装置通常状態での再起動を確認しました。再起動？どうやら装置そのものではなく制御していたものに異常があったようだね。これで少しは間に合わせになるだろう。止めなくても平気なんですか？牛乳量と供給量の状態を正常に戻した。必要のない吸入はしない。何もないよりはいいだろう。あとは自然の力に任せるほかない。自然の力。ジオシスのもたらした種か。植物には水と大地が切っても切り離せないもの。確かにそんな気がするね。しかしこの種はただの植物の種ではない。未知の要素が多すぎる。これをどう使おうが君たちの勝手だ。しかしその結果がどうあろうと受け入れる覚悟はあるのか？覚悟ですか？ああ、繰り返すがこの種はジオシスのもたらしたものだ。あれが失敗作だったことを思い出すといい。ジオシスの機能を有していることは十分に考えられることだ。確かにジオシスは失敗作。いいえ、未完成の装置だったのかもしれません。でもこれは大地の復活を願ってるフラメウちゃんがくれたものなんです。そしてこの地に必要だと言ってた。それが大地に害をなすなんて、同じ過ちを繰り返すなんて私には思えないんです。ジオシスの意志が黄昏の解決を望んでいると。はい、助言はした。あとは君たちが決めるがいい。俺もジオシスの管理組対フラメウとやらと言葉を交わしてみたいものだな。会いますよ、いつかきっと。この種、私はシャリーちゃんたち二人に託したいと思うんだ。ヌジーさん、それでいいと思いますか？ああ、この地帯のどこかに植えることをフラメウ自身も望んだことだしな。私たちですか？じゃあ私思ったんですけど、この種ルギオン村に植えたらどうかなって。ロッテ？だって大地の力を取り戻して植物を根付かせてくれるような種でしょ。
だったらこの水源の下流の地帯に植えれば弱ってる土地も力を取り戻して一石二鳥じゃないかな。ロッテの気持ちは嬉しいけど、それは根本的な解決にはならないって私は思うの。でもステラの村はすぐそこまで水枯れの危険が迫ってて。でもフラメウさんの種は黄昏に立ち向かえる一番の場所に植えるべきだと思うの。私はどっちの考え方もありだと思うな。そうだな。黄昏はどこかにその発生地点があるような現象じゃない。この世界全体に発生している問題だ。だからどこに植えたとしてもフラメウはきっとこの種の成長を見守ってくれるんじゃないかな。うん、私もそう思います。決めるのはステラちゃん、ロッテちゃん、私たちみんなをここまで引っ張ってきたあなたたちしかいないと思うよ。ステラ、少しだけ考えさせてください。フラメウさんの種を植える場所はエスカさんとアーシャさんから私たちの判断に委ねていただきました。私、ロッテと話し合って決めました。これは私とロッテの、そしてルギオン村の族長代理としての判断です。この種は水の王の祭壇のそばに植えるのがふさわしいと思います。その根拠は？人間たちのこの大地を、水を蘇らせたいという気持ちを精霊たちに届けることで水の王の怒りを和らげられると思うからです。この世界は人間だけのものじゃない。その気持ちを大地に伝えなきゃきっと黄昏は止められないと思うんです。それが人間のためじゃないってシャルたちは断言できるの？それを確かめるためにこれからの私たちがいると思うんだ。うまくは言えないけど、私たちの錬金術はフラメウさんの種とこの世界のために使いたいって、そのためにもっともっと学びたいって、そうロッテと話したんです。ま、あんたたちらしい答えじゃないかしら。水の王様きっと喜んでくれると思うよ。じゃあステラ、これで本当にいいんだね？もちろんだよロッテ。村のことだけだったら他の方法でもなんとかなると思うの。強くなったな、ステラは。みんなに支えられてるからだよ。特にロッテ、あなたに。じゃあ植えよっか。キースグリフさん、種を植えてきました。そうか、君たちの選択が吉と出ることを祈るのだな。心配ないですよキースさん、あの種は悪い子じゃないですから。君の言うことは時々理論的ではないから返答に困る。あの種、どうせならもっとあればいいのにな。そしたら黄昏だってバーンと解決しちゃうかもしれないのに。それは望みすぎというものだ。そうだキースさん、あの種増やせないんですか？さすがにキースグリフさんでもそれは無理なんじゃ。あの種は我々にはまだ未知の部分の多い複雑な構造物だ。でした。でも私もなんとか増やしてみたいな。だがこれがジオシスの意志ならば、その意志に挑戦する価値はある。我々も研究を続けるとしよう。俺はあくまで真理の探求者のつもりだ。
しかし行動が真理を生むこともあると君たちに教えられた。真理に対する人間の善性、試してみるのも悪くはない。やっと終わったね、ステラ。うん、いろんなことがあったね。それにこれで終わりじゃない、ここからが始まりなんだよね。そうだね、これで何かがすぐ変わるなんてことないもんね。でもロッテ、私いろいろなことを学んだよ。自分がまだまだ何も知らないんだっていうことも。うん、私も。背伸びしなくたっていいんだ、私にできることはちゃんといっぱいあるんだって。シャリーシャリー、二人のシャリー、二人でかかれば超無敵。ロッテの歌初めて聞いたな。じゃあ帰ろう、私たちのステラードへ。